いろいろアドバイスいただいて、はいはい、娘のためのストライダー、ついに決めました。イエーイ、ついに。ストライダー TV。組んでみましょうか。もうね、本当に初心者だから分かんなかったら聞いちゃうと思うんですけども、もちろん、はい、まずはね、箱を開けて中身、はい、どんな風になっているのか、机の上に並べてみたいと思います、はい、パーツ並んでいるんですけれども、ほとんどここでもうできていて、あとは要するに下と上にどのようにこれを、まあ、つけていくかっていうことになるんですけど、このタイヤ、まあ、特に向きとかないんですかね、どっちがいいとか。あ、ないですね、はい、どっちも一緒なので、はい、なのでこれをこの下に入れ込んでいくんですが、その時に説明書にワッシャーが必要だよって書いてあって、うん、この大きい方のワッシャーを使うんですが、この、溝の方が下でつけていきます。おうおう、うん、これでいいのかな。大丈夫でしょ、うん、グッと音がするまで入れてしまって、ほぼできました、ね、もうほぼできました次に説明書に書いてあるのが、うん、もう本当に分かりやすい図解の説明書になっていて、この細い方のワッシャーをここにかませます、うん、次に、はい、このこれなんていうんですか、これクイックリリースっていうんですけども、クイックリリース、はい、ここをですね、こう緩めて、はい、こう締めたり緩めたりできる、まあ、簡単にできるやつですね。それによってこの、ハンドルの位置を変えられると、高さを変えられる、はい、止めるってです、ね、ことなんですね、はい、これ先につけてほしいんですけど、はい、これ位置どうすればいいですか、はい、こっちから止める、はい、こっちから止める、向きがこの、はい、止まる側の向きとかありますね、このリリースの、はい、止まる方を後ろ側、あ、止まる方を後ろ側、はい、ね、そうですね、ネジがある側が後ろ側ですね。あ、わかりました、はい、じゃあこの後ろの状態で、うん、ここに入れて、はい、いきまして、はい、これもね、溝よく見てもらうと溝になってるんですよ、かっちりはまるようになってますから。そして、はい、もうすぐできちゃいますね、うん、はい、これを入れ込んで、まあ、ちょっと高さ今わからないんで、はい、うん、仮止めしますね。で、このクイック&リリースをギュッと、クイックリリース自体が緩い場合はこう締めても止まってないわけですね、うんうんうん、このどうしても動いちゃうんで、このチェックとして締めた時にハンドルと、うん、タイヤを持ってもらって、ハンドルだけ動かしてもらうと、うんうん、ハンドルだけこう動いてしまうと、ここは閉まってない証拠になってますので、その時はこの工具をね、はいはい、使って、うん、まずこう緩めた状態で、うん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 、この六角レンチでこちらのネジを締めて、うん、締めて、はい、硬さを調整して、これを締めると。なるほど。どのくらいの硬さがいいのって言ったんですけど、結構硬くないですかこれ今。そう、あ、いや、そんなことない。ちょっとやってみてください。そうですか、はい、あ、でも簡単に押せますね、はい、女性で簡単に押せるんで。そうです、これ大事なのが動かないことが大事なので、うんうんうん、これ締めてもらって締め、はい、でタイヤ持ちますよね、はい、はい、でハンドルこう持ってもらって、はい、ハンドルがこう動かなければ、はい、ちょっと動くようであればネジをこう増し締めしてもらうっていう感じですね。高さが変えれるわけですよ、こういうふうに。これどうすればいいんですか、はい、これはね、高くなりすぎると、うん、この締まってるところが噛んでないので、はい、危ない状態なんですよ、ギリギリ抜けちゃうってことですか。そうなんです。おー、なので、まあ、2歳から3歳であれば指2本から3本、だいたい2本ぐらいの高さを、じゃあ結構したらいいんですね。そうですね、この状態でこう締めてもらう。なるほど、はい、じゃあ2本ぐらいで、ではい、締めてもらって、で例えばこれを横にして上からこう見てもらって、はい、ハンドルがまっすぐになってるかどうかですね。なってればその状態で締めるっていう。なってない、はい、このハンドル持ってもらって、はい、いきますよ、はい、まっすぐにして止めてください。止めましょう、はい、これでまっすぐになってますから。本当だ、はい、綺麗に。サドルの高さってやっぱりその年齢によって変わってくると思うんですけど、はい、うん、どうやって。そうですね、こうよく見てもらうとね、こうしっかりこう点線がついてるんですけど、縦線ってます、これは、はい、縦線ついてますね。ここまでしか上げないでくださいって合図なんです。これは、あ、それ以上上げちゃうと、はい、止めきれない可能性がこちら側であると。はい、これ以上は上げないでくださいってやつ、まあ、最大伸ばしてもここまでですっていうイメージなんですね。でサドルの高さなんですけど、はい、どうしたらいいんだろう。まあ、まずこうね、まあ、つけておいて、はい、まあ、仮締めしとくんですけども、うん、まあ、子供がまたがるじゃないですか、うん、またがってお尻をつけて座った状態で、うんうんうん、膝が少しこうくの字曲がった状態、足の裏がしっかりべったり地面について膝が少し曲がった状態がベストな状態です。あ、ピーンってなって
ってたら高すぎる、はい、そういうことですね、はい、蹴りにくくなってしまいますし乗ってる時のブレーキもできにくくなるのでしっかり両足ついた時に膝が曲がる、軽く曲がるぐらい、はい、曲がるぐらいが曲がりすぎちゃったら曲がりすぎて今度低すぎちゃうんで漕ぎにくかったりするんですね、はい、なるほど、はい、これはベストな状態に組み上がったら子供を乗せてあげて、うん、ここで調整してあげてください。わかりました、はい、ちなみにねその、うんポイントみたいなものがこの説明書の下のところにも書かれているんですよね、うん、これも参考にしながらですね、はい、皆さんぜひ見ていただきたいなと思います、はい、最終チェックとしてですね、まあ、タイヤのね、はい、ついているこの、うんはい、フレームに穴が開いていて、うんうんうん、このワッシャーがねこうちょうどはまるようになってるんですよ、はい、ちゃんとこれがはまってるかっていうと確認してもらうことと、はい、前後のこのネジをね手でこう触ってもらって、うん、緩んでいないかをね最終チェックしてください。はい、見てくださいこれもう完成しますね。ああできてたそうなんです。これスムーズにやったら多分5分ですよね。今もう調整も入れてたんで、はいはい、組み立てだけで言うと本当に5分かからないかもしれないですね。ですね、うん、5分10分でできちゃいます、はい、軽いっていうのもありますけど工具もね、まあうん、あるようでないっていうか別に調整必要ない場合は使わないわけですから。そうですね、ほぼなしでできるっていうのはやっぱり嬉しいですね、うん。本日のストライダーキッズは、ストライダー TV ではこのような形で皆さんがインスタグラムに投稿してくださったお子さんとストライダーのこの動画をですね積極的にご紹介していきたいと思います。採用された方にはこちらのかわいいストライダーのステッカーをプレゼントさせていただきます。どしどしご応募ください。次回のストライダー TV もお楽しみに。せーの、 GO! ストライダー